CDDA, CDDA, コンパクトディスクデジタルオーディオは、コンパクトディスクに音楽などの音声を収める企画である。コンパクトディスク開発に伴って策定された。一般的な音楽 CD がこれにあたり、世の中で普通に、CD といえば、ほとんどの場合、この項目で説明する CDDA に沿った光ディスクを指す。 1980年にフィリップスとソニーによって企画化され、1982年10月1日に発売された。企画書は表紙の色が赤だったことから、レッドブックと呼ばれる。CDDA の本体及びパッケージにはロゴがついている。CDDA は最大99のトラックを収めることが可能であり、各トラックには、 最大99のインデックスを付与することが可能となっている。音楽用 CD として流通している、もしくはかつて流通したディスクの大部分は CDDA である。例外は CDDA に広報互換のある CDEXTRA、CDDA と CCCD などの独自規格ディスク、厳密には CD ではないである。これらも CDDA と規格の多くが共通しており、 CD Extra は CDDA 用のプレイヤーで再生可能である。CCCD はプレイヤーメーカー保障外であり、一部の CDDA 用プレイヤーでは再生不可能である。それまでのレコードでは一定回転、角速度一定により、外周から内周に向けて記録信号を読み出していたのに対し、CDDA では逆に内周から外周に、 向け回転速度は落ちていき、線速度一定で読み出される CLV。線速度は規格により1.2秒速1.4メートルと定められている。これにはデータの先頭位置である、最内周で最低 459rpm、最外周で最低 198rpm の回転数が必要となる。音楽 CD。 CDDA 形式のデータの転送速度は、等倍速で1倍速、1.2Mbps イコール150キブ S であり、この1倍を基準として、転送速度を表すのに、倍速という言い方をする。最大記録時間は 640MB のディスクで約72分、650MB のディスクで約74分、700MB のディスクで約80分となる。 ただし規格上は97分まで可能。16ビットというビット振度は96デシベルのダイナミックレンジを持つ。おおむね 20kHz 前後の周波数まで記録できる。これは標本過程理によるものである。リニア PCM は理論上サンプリング周波数の2分の1までの周波数の音を標本化可能であるため CDDA のサンプリング周波数 44100Hz の 半分の値である 22,050Hz が記録可能な周波数の上限値となる。この値を超える周波数帯は折り返し雑音となるため、通常は録音から音楽 CD が作られるまでの間にフィルターがかけられる。そのため 22,050Hz より高い周波数、フィルターのカットオフ周波数の領域はカット減衰され記録されていない。ちなみに、 サンプリング周波数が 44.1kHz という一見中途半端な値なのは初期のデジタル録音に VTR を流用していたことに起因する。パーソナルコンピュータ、パソコンなどを使用し CDR や CDRW などのメディアにオーディオ CD として書き込むことで一般の CD プレイヤーで再生できるディスクが作成できるがメーカー各社では 完全な互換性は保証していない、記録状態や機器とメディアの相性によっては、再生できない場合がある。2010年現在発売されている CD、CD-ROM ドライブ、CD-R、CD-RW など、書き込み可能なドライブを含む、DVD ドライブではできない製品があるは、いくつかの規格によって、c d d a を読み出すことが切る。c d d a を読み出し、 デジタルデータとして保存することをリッピング、リッピングと呼ぶ。CDDA の実体データはパソコンで閲覧できる形式のものでないため、リッピングにより WAV 等の実体ファイル形式でのデータ抽出を行うパソコンで CDDA を閲覧した際に表示されるセリファイルは実体データへのショートカットに過ぎない。かつてリッピングは著作権法的に微妙な問題を提起し、 著作権保護を実施して著作権が保護されていることを明示している者は、その解除手段を供する者は違法とする。逆を言えば何も対策してない CDDA に対する読み出し機能の存在は違法ではないというを得 l まで、リッピングツールはアングラ的な存在であった。また標準化されたアクセス手段が存在しなかったため、ドライブによってできたりできなかったり、 あるいはできても低品質なデータしか得られない場合があるなど一般ユーザー向けではなかった。2008年現在 CDDA 読み出しに関する規格は SCAGI 規格で定義され、それに基づいて ATAP 規格に反映された。多くの携帯オーディオ機器付属のソフトウェアもリッピング機能を標準で備え、また Apple の iTunes や Microsoft の Windows Media Player。 ソニーのソニックスティッチなども標準化された規格に対応した Windows 自身もアナログオーディオを CDDA 読み出しに置きえるオプションを備えた。なお CD-ROM とは異なり CDDA ではセクタに対するアドレス情報が存在しない。ある瞬間ピックアップの下を通過しているセクタが物理的にどこに存在しているかを判断する方法は一つしかな トラックから何個目のセクタか数えることだけである。これは通常のオーディオ用プレイヤーでは問題にならない。トラック位置で指定された場所から連続してセクタを再生していけば良いので、セクタイは物理的な位置を記す必要がないからである。しかし、リッピングではこのアドレス情報が存在しないことが問題を起こすことがある。例えば52倍速のドライブで連続して、 読み込もうとしたが、コンピューター側が読み込みに追従できず、一旦データ取り込みを中断して、シークコマンドを発行しても、その場合に読み取れるセクターが正確な位置である保証がないためである、最も近いトラックから読み直すか、ドライブ自身が読み込みを中断してもセクタ位置を追従し続ける機能が必要である。このような状態になると、セクタが不足したり重複したりする。なお、 セクターが1から2個おかしくなっても、長官上0.1秒前後の減少であるため、その不具合に気づかない場合がある。この減少の対策として、CDDA 読み出すときには、回転数を落とす措置が取られることがある。また、海賊版防止の観点から、民生機の CDDA 変換機能には、同じ CD を2時間を超えて繰り返しリッピングできないように保護された製品が多いが、 パソコン向けの機器にはこれらの保護はなさっていない。また、アドレス情報が存在しないことにより、オーディオの読み込みを開始する絶対位置がドライブによって異なってしまう現象が発生するオフセット問題。つまり、この問題を考慮しない一般的なソフトウェアでリッピングを行うとディスクの先頭、または末端で欠損が発生し、オリジナルよりも早く、 または遅く音声が開始されるデータが生成され。ただし、これは、最大でも、数百サンプル、数十ミリ秒程度という多くの CD では、誤差として許容できる範囲であり、戦闘、または、末端以外の大部分には、何の影響も及ぼさない。なお、この問題を解決して、読み取りを行うソフトウェアの一つに、イグザクトオーディオコピーや Q トゥールズ等がある。 パソコンや家庭用ゲーム機用ソフトの媒体である CD-ROM では BGM を CDDA で収録している作品もある。BGM 演奏に CDDA が採用された理由としては、かつてのパソコンや家庭用ゲーム機に搭載されていた内蔵音源よりも CDDA が高音質だったことがある。例えば PC エンジン、メガドライブで CD-ROM を使用するための周辺機器である CD-ROM メガ CD が発売された際は、それまでのゲーム機よりも音質の高い音楽や効果音、人間の肉声などをゲーム内で多く用いることができる点が特徴の一つとして大きく取り上げられた。こうした作品は1980年代末期以降から登場するようになり、一時は広く用いられた。 物の以下の理由などにより次第に少なくなった。家庭用ゲーム機のソフト供給メディアが DVD r o m に移行したこと、内蔵音源性能やプロテクト技術の向上、及び音楽データ圧縮規格の普及などにより21世紀初頭現在、BGM 演奏に CDDA を積極的に用いる理由は薄れてきている。5、おさむき。